福祉の皆さん。福祉の歌を作った、親善大使の竹川幸秀です。いやー、新型コロナのせいで、えー、相当にですね、えー、不自由な生活をしてらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、一緒に頑張りましょうね。はい。で、僕は、あの、プライベートなスペースから配信ライブをしています。よかったら一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はい、さあ、それじゃあ、ともかくコロナに負けないで。 頑張っていきましょう。